オリジナル商品を作ってショッピファイで販売する方法がめちゃくちゃ熱い。やればやるほど積み上がるストック型の物販モデル。たった1商品で月利100万円狙えます。どうもヤマシンです。僕は今ですね、自分ブランドを作ってそれをショッピファイで販売する物販に力を入れています。ものすごく小規模で細々とやってはいますが、たった1商品で月収100万円も超えることができたので、今日は僕がどんなビジネスをやっているのか具体的に説明したいと思います。でもし今見ている人の中で独立を視野に入れて副業をやりたい人、もしくは、背取り転売から脱却したいとか、既存ビジネスに通販を取り入れたい、あとは純粋にネットショップやってみたいっていう方、いらっしゃいましたらですね、ぜひ最後までこの動画見ていただければと思います。では今やってるね、物販モデルを改めて簡単に説明すると、OEM という方法を用いてオリジナル商品を作ります。それをショッピファイで構築した自社 EC サイトで販売する物販をしているんですね。なので Amazon とか楽天などのモールではなくて、自分だけのネットショップで販売しているのが一番の特徴と言えます。で、世間的にはこの物販モデルのことを D2C と呼んだりしますが、この D2C 物販をすることでどんなメリットを得られるのかっていうのがね、こちらの通りになります。で、90日でブランドオーナーになれる、あとは1商品で月収100万円狙うこともできる、1人で本格的に進められる、自社ネットショップが持てる、やればやるほど積み上がる、好きなことが仕事になる、まあこんな感じですかね。で、まだまだ参入者も少なくですね、将来性もかなり明るいと思っています。で、ここからはですね、こちらに沿って一つずつ D2C のメリットを解説していきたいと思います。まず90日でブランドオーナーになれるっていうことですが、ブランドオーナーって聞くとですね、ちょっとハードル高く聞こえませんかね。でもね、実はめちゃくちゃ簡単なんです。例えば商品に自分が決めた商品名とかブランド名を入れるだけでも世界に一つだけのオリジナル商品になったりします。初心者の方はそうやって簡易的な方法から始めるのもありだと思います。もちろんですね、少し手間をかけて自分の理想とする商品を作り上げていくっていうね、ちょっと中級レベルにはなるんですが、そういう方法もやるのすごく面白いです。で、基本的には商品はね、中国の工場で作ることが多いんですけれども、中にはその健康食品とか化粧品とかを作りたいっていう方もいると思います。そういう風な商材扱う人は中国ではなくて日本国内の工場 OEM メーカーに当たってですね、そこで商品を作ることをおすすめしています。中国で作る、日本で作る、どちらにしてもですね、早ければたった90日で商品リサーチから OEM の内容を決定するっていうところまで進めることができますので、案外早い時間で自分自身が一つのブランドを運営するオーナーになれるんですね。次に1商品で月収100万円狙えるっていうことですが、 D2C ビジネスでは1商品で月収100万円狙うことができます。で、これは特に転売プレイヤーの方には驚かれると思うんですが、むしろ商品数っていうのは少ない方がいいんですね。これは単品通販的な考え方で、1商品に時間、お金、労力の全リソースを投入して稼いでいく物販モデルだからですね。例えば月10万円利益が出る商品を10個取り扱うことで計100万円稼ぐのではなくて、月100万円利益が出る商品を1つだけ取り扱った方がですね、競合、ライバルと比べても優位性っていうのを出すことができるし、様々な管理コストっていうのがかからなくて済みます。で、先ほどブランドオーナーになれると言いましたが、ブランドイコール数多くの品揃えがあるというわけではありません。1ブランド1商品でも全然 OK だし、そんなブランドは世の中にたくさんあります。なので少ない商品で狭く深く尖っていくっていうのが、未経験者かつ後発組が最も成功しやすいパターンだと思っております。次に自社ネットショップで売れるについてなんですが、自社ネットショップで売るメリットっていうのはたくさんあるんですね。まず一つに販売手数料が安いっていうのがあります。これは実際一つの商品売っても 3% から 4% しかかかりません。なので手元にお金が残りやすいです。で、次にライバルからの嫌がらせもありません。これ Amazon とかではよくありますよね。そして赤番リスクありません。もちろん赤番だけじゃなくて、プラットフォームによくある規制、規約、そういったもの全然ありません。なので安心して運用することができます。
そして次に価格競争もないですね。競合と比較されづらいです。なぜなら自分のネットショップの中には、他社の商品というのは並びません。自分の商品しかありませんので比較されづらいんですね。そして世界観を表現しやすい。これはブランディングしやすいということにもすごくつながります。でこのように、すごくですね、自社ネットショップのメリットというのはたくさんあります。で僕はですね、この自社ネットショップっていうのを Shopify というサービスを使って構築していますが、 Shopify を使えばですね、このサイト構築っていうのはもう自分一人で簡単に作れます。何か特別な専門知識を持たなくても一人で作ることができるんですね。でサイト構築の代行とかをやってくれるようなサービスっていうのは世の中にたくさんありますが、サイト自体はよく変更したりもするので、ここは自分で操作できるようになった方がいいと思っております。次に一人で本格的に進められるということですが、自社ブランドを運営するので本当に社会的意義のある立派なビジネスです。ですがバイトとか社員とかそういった人たちを雇用して進める必要もありません。もちろん事務所もなくていいんですね。僕自身も今社員とか従業員とかそして事務所もなく物販を現役で進めることができております。ビジネスを進める中でデザイン制作とか広告運用とかそういった作業は全て外注に丸投げで OK ですね。専門分野はですね、プロの方にお任せして、販売者である自分は自分にしかできないことに集中して売っていくっていうのがものすごくおすすめです。実際うちのコンサル生の方も会社員をしながら完全在宅で D2C っていうのを運営することができて、かなりね儲かっています。なぜそのように時間に制限がある方でもそれが実現できているのかというと、効率的に外注を利用できているからなんですね。なので事務所を借りて人を雇わなくても一人で低リスクで売上を伸ばしていくことが可能なのがこのビジネスの特徴です。次にやればやるほど積み上がるということですが、この D2C 物販っていうのはストック要素がかなりあるビジネスモデルになります。これもですね、転売プレイヤーだった自分にとってはかなり衝撃でした。何が積み上がっていくのかというと、例えばここにあるように EC サイトのレビューだったり SNS のフォロワー、そして広告運用する時のデータ、購入者のデータ、そして EC サイトのクオリティですね、デザインの綺麗さとか、これらの量と質が時間経過とともに上がり続けます。途中でそれらはリセットされたりですね、減ったりしないものなんですね。なので直接的な資産となるので、かけている労力が同じであっても売上っていうのはどん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 上がりやすいです。これがですね、ストック型物販の一番のメリットなんじゃないかなというふうに思っています。最後ですね、好きなことが仕事になるですが、これ一番最後にお伝えしていますが一番大事だと思っております。で基本的にどんなジャンルの商品でも OEM オリジナル商品を作ることは可能なんですね。まあ、例えばですがアパレルとかカー用品とか健康食品、化粧品、そして雑貨、アウトドア、家電とかですね、本当さまざまな大カテゴリーっていうものがあります。で自分が作りたいとかね、自分が売りたいと思うオリジナル商品っていうのが本当に作れるんですね。ただビジネスなので売れない商品を作ってもダメです。なので僕のおすすめとしては、商品ジャンル、大カテゴリーを選ぶときは自分が好きなジャンル、興味を持てるジャンルを選んで、そしてそこからそのジャンルの中からどういう商品を作るかというプロセスではマーケットイン思考で、その勝てる商品設計をしていくっていうのがおすすめです。つまりプロダクトアウトから入ってマーケットインで絞り込んでいくっていうやり方ですね。そのようにして売れる商品が作れるとですね、本当毎日のように喜びと感謝のレビューが自分の元に届いて、そして SNS でも口コミが増えてきたりしますので、ものすごくやりがいを持って楽しく取り組んでいけるんじゃないかなと思います。はい、ということでここまでですね、僕がやっている D2C 物販について紹介させてもらいました。今視聴していただいている方の中でもう少し詳しく知りたいっていう方いらっしゃいましたら、今だけですね、 LINE 登録者限定で全3回の無料オンライン講座を開催しています。でこの講座では
OEM で商品開発をして、その商品を実際に販売し、利益を安定させるまでの流れを細かく解説しています。かなりボリュームのあるですね、有益な無料講座になっていますので、気になる方はぜひ LINE 登録後にご覧いただければと思います。さらにですね、追加特典として、ここにあります10個の限定動画もプレゼントいたします。これだけでもかなりね、有料級だと思っていますので、こちらの動画欲しい方も LINE 登録後に受け取っていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。